はい、こんにちは、ブレッドルーム室長の福助です。今回はこの冷蔵発酵のバゲットを焼いてみました。あのオーブンレンジをちょっと最近新調しまして、新しいのを買っちゃいまして、はい、ちゃんとしたバゲットを焼きたいな、ちゃんとしたバゲットっていうのはちょっとあれなんですけど、はい、あのお店でも焼いてるようなバゲットを焼きたいなと思いまして、もともと使ってたオーブンがちょっとパワー不足だったんですよね。前のオーブンでフランスパン作ってもクープ割れる時があったり割れない時があったりして、やっぱ生地の問題よりもオーブンの問題なんだなってやっぱ改めて思いまして、ちょっと慎重をしてしまいました。はい、でそのオーブンで一発目焼いたのがこの冷蔵発酵のバゲットです。こんな感じです。はい、内装と、表面とクープと、正直に点数つけるとしたら100点満点で、22点ぐらいなんですけど、それでもクープがやっぱりしっかり割れてくれました。やっぱオーブンの影響ってすごい大きくて、もう本当今日それが分かったというか、そう思いましたね。はい、以前のとやっぱ熱量がだいぶ違くて温度も違うんですけど、はい、特にこういうリーンな生地のこういうフランスパンはやっぱ高温で一気に膨らますっていうのがやっぱ大事になってくるので、それが証明されたというか改めて分かりましたね。はい、そんな感じです。で、今回一発目だったんで、ちょっと探り探りだったりして、クーブもね正直下手くそだったんで、ちょっともうちょっと作ってみて、また改めて動画にしてみようかなと思います。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。